免許一時さ、はい、お腹おばちゃんみたいな人やな。いや、それはなんか間違いですよ。いや、間違いですよ。いや、気のせいです。いや、なんか俺も言われてムッとした時期あるんだよ。俺素直に言ってたの、ステージで。すいません、太りましたって。頑張ります。はい、荻原元文、ベースです。イエーイ。はい、はい、ダメ、やっぱきっかけだろ。なんかおかしいな、俺とイメージが違うんだよ。もういいや、この前一応、はい、ギナ、はい、ギターの兄さんです。はい、はい、ギターの鈴川雅樹と言います。ね、もう完全に失敗してるけど。いや、みんな動画、え、動画撮ってるの。動画撮ってるの、ね、だからせーのじゃない感じで、もう動画で。あ、そうかそうか、ね、これ失敗してるわけじゃない。失敗じゃないと。今それ俺を元気づけてる。いや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 、元気つけてます。元気つけてる。鈴川雅樹です。イエイイエイ。大丈夫かな、サツくん。はい、おいや、はい、ドラムです。なあ、サツくん、はい、ありがとうな、今回ツアー。ありがとうございます。もう急に、本当に、ね、はい、いいです、急に。はい、サイアンダスカー、86年、はい、7年かね。そうですね。で、メンバーが変わって、はい、ジ・アルファというメンバーでね、はい、ジ・アルファです。熊本と大分と福岡の集まりで、1年間ライブやらせてもらって、はい、その時のドラムで、はい、若い頃は、津川雅樹に出ました。まあ、ちょっとね、うん、今はもうね、今はもうね、いやいや、この前 LINE で回ってきた写真すごかったよな。あ、そうだ、津川雅樹がさすが分かんないの。ああ、そうでした ね自分でもびっくりしたのね。びっくりしました、ね、そうです、はい、そうなんです。ドラムの、津川じゃない、はい、ドラムの佐藤邦晴です。はい、どうぞ。はい、ゴリちゃん、はい、ゴリちゃん、はい、はい、はい、ゴリちゃん、はい、よ、いやー、これじゃギターも盛り上げてくれるわ。はい、しよう。に今回2つは続いてやってくれてるよね。ね、なんかディナーショーダメなんだって。あ、それそこ突っ込みます今。突っ込みを。うわ、やばい。なんかさっき深刻な顔して、あ、やばい、俺の皆さんがダメなんですって言われて、なんだよそれって言ってたんだけど、気持ちはやりたいですよ、それは。だけど、誰やるの、誰。尾崎亜美さん。それはしょうがない、それはしょうがない。お、亜美さんはしょうがない。すいません。あ、そっか。はい、ギター、これなんか小一です。オッケー、はい、これちゃんち大きな、作り酒屋さん。いやいや、とんでもない。写真見てびっくりした。いやいやいや、昔です、ね、あれだって、お屋敷じゃん。いや、まあまあ、酒蔵がね、あるのが結構見えるんだけど。すごいよな。とんでもございませんよ、もう。坊ちゃんとか知らなかった、本当。これがこいつです。はいはい、はい、式はこの前東京で見せてもらったよね。何ですか。あのギリギリかけつけた。もういや、もう心の中で感動して泣いて震えてました。嘘言えって。来てくれたんです。いや、でも俺は嬉しいのはね、式ほら、ポップコーン一緒に受けて、俺より先輩なわけじゃん、ポップコーンに関しては。あ、先に出てましたね。それで、福岡で、ボイストレーナーやるようになって、はい、でもほら曲は作ってたけど、やっぱりボイストレーナーの仕事が忙しくて、はい、自分の音楽活動っていうところでちょっとしばらくお休みしてたりじゃん。そうですね、人のことばっかりやってました、ね、それがね、ここ2年ぐらいかな、自分のアルバム作ったりライブバンバンやってるじゃん。やってます。なんか、ね、そういうね、なんかやっぱ、まあ、あれ言ってみれば同期なんですよ、ここの時の。はい、俺ちょっと先デビューさせてもらったけど、はい、なんか一緒に、活動がね、この時期できてるっていうのを、はい、がですね、このハンチングにやられております。はい、ありがとうございます。です、ね、どうも。殴られたらいい。もうこの企画で俺最後まで言っちゃいます。はい、はい、はい、趣味よね、趣味、はい、はいよ、はい、はい、はい、これがイラッとするか、大丈夫かい。イラッとするなら言っといて。周囲何つ雨だっけ、もう5個つ雨。もっとあれでしょ、なんね、2006年から、2006年から、はい、そうだよね、毎日
ゲミザスカ、ヤマハの、リハーサルスタジオだったのかな。はい、そうだよね、緊張しました。なんで緊張した？憧れの。いや、いや、いや、福岡なんですよ、一緒にもね、はい、ボーカリストでやってて、すごいいいボーカリストがいるんだと思って、あの時2人紹介されて趣味になったんだよな。あ、そうなんですね。そうだよ。ありがとうね。いや、こちらこそ。じゃあ、ポーズ。はい、趣味です。チクちゃん、チクちゃん。はい。もう、ちょっと次は考えないとよな、これ。まあまあ、ピアノチャーチが、チャーチが大好きです。でさ、失敗した気がすごいする。大丈夫じゃないですか？いや、どうだろう。なんか後で、なんかネットに絶対書き込まれると思うんだ。滑ってたって。いやいや。なんかさ、嘘でもいいから演奏してるポーズと歌うポーズやんない？それ、ちょっと皆さん、じゃあ、B マイナーで、しかし、B マイナーで。B マイナー。B マイナーのストロークでいくから、ちょっとギター持ってきてね、ごめん。やっぱ歌ってるところ、